どうも、推しはドラケンとユズハおさもんです。よろしくお願いします。今年の目標は推しを死なせないことなんで、この2人を無事生かして終えたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは東京リベンジャーズ聖夜決戦編第4話ファミリーボンズです。なんだろうね、芝家のことなのか、トーマンのことなのか、ブラックドラゴンのことなのか、どれのことをファミリーって言ってんだろうね。ボンズがちょっとわかんないけど、なんだろうね。まあ前回までのおさらい、1話から3話までまとめてみました。なんでまた戻るようになったのかとか、じゃあ今回は何をすればいいのかとか、ブラックドラゴンっていうね、なんか敵対組織というか、まあそういう悪い奴らがいると。でそれが将来的にトーマンに関与してくるから、じゃあどうしようかっていうお話になるっぽいね今回は。でキャラクターがまた新しいのが出てきて、ブラックドラゴンの総長で芝大樹、そしてトーマン幹部、一番副隊長だったかな、芝八海で、大樹と八海の間にユズハがいるっていう状況。どうなるのかな。まああれなんだよね、話的には八海がブラックドラゴンに入れよって言われてて、でトーマンを抜けろと、そういう感じらしいよ。まあそっから始まっていくんで、どうなるかわかんないですけど、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。大丈夫かね、あ、分からん。いや、あのね、ユズハはいい女だなと思ったから、ちょっと好きになってしまった。ユズハ死なねえよな、大丈夫だろうな、わかんねえけど。はい、それではディズニープラスで再生していきます。3、2、1、スタート。どうすっかねー、マジで。で、改めて思ったけど、ディズニープラス使ってる人っていんの？マジで、独占配信の闇しか見てないからさ、今のところ。使いづれえしさ。なんか、やたら固まるんよね。これ本当はね、今、撮り直してんだよね。頭のところだけしかやってないんだけど、再生ボタンを押したら、押しても最初のスターっていう画面で止まって、で、それ3回ぐらいあって、で、解約しよう、次再生されんかったら解約しようって思ったら、再生されて今見てるっていう状態なんけど、でも結局ね、Dアニメストアで、レンタルとかもやっとるし、他のサイトはちょっと見てないからわかんないけど、YouTube でもなんか、見逃しの無料公開とかやってるんでしょ？意味がわからんだろ。金払ってさ、ディズニープラスでさ、見ようと思ってんのにさ。それやるんだったら、何の意味もね、独占の意味知らんのかな？マジで、通り部に関わってる。なんだこれ。本編開始。第28話、ファミリーボンズ。目が怖いよ。かっこいい。
付き添い。なんか間違ってんな。なんだっけ？八回って何番隊の何だったっけ？二番隊かな？二番隊だったわ。間違ってた。ごめん。解放ってどういうこと？え？八回は？そうね。いや、わからん。いや、多分解放してない。
おう、すげえ。頭いいよ。聞いてたんじゃねえ、今の。典型的 DV。 生姜に やっぱ変わってねえんだよ。
どうすっかな。やばそうだな。はっ。カラオケの怪人。
あ、やばい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 。本当か？一人の時じゃん。全く分からん。なんで木崎がここまで、こんな、なぜ？なぜいいんだけど。自分の方からそんな、なんか俺も八海を助けたいっていく、ようなのじゃないような気がするんだけどな。でもまずそもそもあれが嘘の可能性もあるやろ。クリスマスに一人っていうのが嘘の可能性もあるじゃん。そこら辺を考えるんだったら。まあ、教会の中で一人って考えたらじゃあ、教会の外にはいっぱいいるけどね、みたいなのもありえそうだし。なんかあるかな、他。いや、なんかありそうだけどな。なんだろう。え、なんだろう。なんだろう。なんかありそうだけど。いや、絶対こんな、スムーズに行くような話じゃねえやろ。で、ゆずはは、解放がされてねえ。あの感じ、多分嘘よ。ああいう風に言えって、多分言われてんだろうな。でも、みんな、幹部が、
反対している中キサキだけっていうのもなんかいいよね。絶対キサキもなんか考えてるよ。仲間助けてとか言いよるけど、バジの時とかのこと考えたらなんだかなっていうのが若干あるんだよな。将来的っていうか、なんか今後を考えたら来さ来てたという人間もちょっと警戒はしないといけないから、なんか考えてそうじゃん。うわ、これどうなるんだろうね。ゆずは死なないでくれよ、頼むから。三ツ矢がめっちゃいいやつだったな。かっこいいわ。好き。三ツ矢。好き。あ、三ツ矢も好きだな。ダメだ、みんな好きになっていく。みんな好きになるっていうことはみんな死んでくんだ。好きになりたくない。こんな気持ちになりたくなかった。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方に貼っておりますので、そちらチェックぜひ。ということで、東京リベンジャーズ平野決戦編第4話、ファミリー